カニここどこだっけ。今日は心のおすすめの大竹の湯に来ました。心さんリクエストの大竹の湯に来ました。心の気に入りの温泉、お気に入りの温泉だし、行ってきます。ありがとう。大人が950円、980円で子供が450円でした。こちらはお土産屋さん。いいんだよ。取れた、取れた。あ、そうだっけ。マスクしないと入れなかったです。行ってきます。一体で一体でバイバイ、バイバイ男子、チンチン言うだ、チンチン言うそうだね。バイバイ、はい、じゃ女子はこっちだそうです。じゃあ体操もできるかな。どうでしたかお風呂は。楽しかった。面白くてね、いい気持ちだったけどね、環境が入れ替わったみたいな感じの子がいたから。どこ行った、なくなった。今はなんか横になれるくらいで横になってます。いいお湯でした ね、 ね。でも外の方が結構混んでたね。混んでた、日曜日だから。混んでたけど全然。でも夜の方が混んでるよ結構。なちょうど時間帯ね、夕方混むんじゃない、いっぱい。知らんけど。バイバーイ。バイバーイ。うちが買ったらコーヒー牛乳で。え？あとあと入れる。まだだって、消えるまでだって。ほら、ご飯いいよ、いいよ。うわー、出たー。どうぞ。あ、じゃ見して。落とすのよ。見して見して。誰か持ってる。また、あ、それパパに落とす。はい。うん、そうに飲むの。はい、いったー。はい、こぼした。うちが買ったのは牛乳。お風呂一杯。おいしい？あ、そう。いや、話すよ。あ、そうに飲むからさっきこぼしたんでしょ。そう。入った。熱い。一番熱いの入った。なんで？はい、でほら、ごちそうさまでした、して。オッケー。もう飲まない。ほら、さっき偉かったです。ね、外国人の人が押すボタンわかんなくて、さらって教えてくれたんね。すごいよ、そういうことができるの。うん、ね、わかりづらいもんね。偉い。すごいよね。すごい。よく見てました。ね、うん、こういうことがさらっとできる子なかなかいないよ。壊すよ、自動販売。今日は夕飯です。ちょっと待って。ザルうどん。おいしそう。ロスミも。パンキ君かけうどん。ネギ。うん、いいんじゃない。長すぎてバラバラ。食べてる。美味しい。うん。美味しいそうです。バイバイ。私は焼き鳥丼です。パパはソースカツ丼。
私は。あ、食べ終わっちゃった。美味しかった？うまいご飯。なんか、あの、あそこのお店、超美味しいほどうまい。よかったね。優しかったね、お店の人が。いてててたち。3回目のお店入ります。もう早く出るよ。あきひこが電話してきて、あ、多分今 YouTube 見てんね。うめえの顔入れに。ちょっと出会えていいなぁ。コーンが可愛いね、見して。初めて見たかも、そのコーン。なんかいろんな、美味しい？なんか味付きのコーンって書いてあったね。メープル味らしいよ、コーンがね。うん、うん、うまい。いいでしょ。こっちの温泉のトイレで歯磨き中です。このまま車中泊したいけどね。なんで車が車中泊の車じゃないんで。でも次の車はもう決まってて、フラットになるから4人5人寝れそうな車ね。詳しい方が本当ね、出かけるの好きな家族だからね。今の車がね、フラット行ってなんか車中泊できないのがちょっと辛いね。そうなんだよね。地蔵の湯、ここ一番来るかね、お風呂入りに。うん、これ風鈴もあって、歯磨き完了。寝ます。寝ない、寝ます。今日楽しかったね。うん、また皆さんおやすみなさい。またチャンネル登録、グッドボタンよろしく。最後まで見てくれてありがとう。またねー。